チェックさせていただきます。うわした畑で食べるおにぎりを作った。外で食べるおにぎりってうまいよな。ただ、暑くなってきたら、うん。3合炊いてちょうど10個作れるんですよね。10個ちょっと余るぐらい。今日に2個食ってるでしょ。多分夜中2個ぐらい食うから残り6個、2個持って行って4個、4個はまた飯。今日インゲン買おうと思ったんですけど、豆自体はそんな好きじゃないけど、今度友達が、インゲン好きの友達がいて、
そのインゲンでご飯何杯でもいける的な話をしてて、作ろうかなと思ったけど、間に合わない。なんでおにぎりってこんな美味しいんでしょうね。普通にさ、こう飯食うよりも、おにぎりにしたらなんか美味しいですよね。こう周りの食感と中の食感の違いといい。あと海苔もさ、節約できるね。2枚。普通に飯食うとしたら10枚ぐらい食うね。今日もいいことあったな。でも水にさ、水っつうかプラスチックに種入れて霧吹きした状態を毎日こう1週間とか10日とかやってると。今の時期だから多分ラッキーだったけど、多分時期的に夏場とかになると多分カビる可能性はかなり高いと思うね。湿度が上がるとカビるじゃないですか。湿度が低い時期にやったから、失礼。あ、そうか。気温が暖かいとかそれ必要ないのか。明日は朝一でポットにモリンガを移動させて、その作業ですね。それやって、ベランダにあるポットもね、種が入ってるんですよね。でも場所がないんですよ、今、全く。だから結局、60ポットあるとこに芽を出したやつを入れていくんで、結局、後々もう一個モリンガが出てくるっていう可能性は十分にあり得るんですよね。なんでそんなことをするかというと場所がない。畑にポット持って行ってやるっていう方法も一つあるんですけど、まあそれでもいいけど、それだと、まあ水がね、まあ、水はまあ後々必要だけど、水をこう節約するためにも家で、あ、そうか。芽出しをしてないやつを下に行って、芽出ししてるやつを上に上げよう。そうしよう。
違いない。そうしよう。そうしよう。名刺しないとした。新しくポットがまだもうちょっとあるんでね。それで増やして、目出ししたやつを上。で、目出ししたのやつが目出ししだしたらその後どうすんって話もなるんだよな。まあ、その時考えよう。畑に移動するか。もうそれしか方法ないもんね。場所ないからね。今日皆さん楽しい一日。安全な一日。一分一秒を大切に。残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。人類が今まで何をしてきたのか、何をやっているのか、なぜ僕たちが人類がこういうふうに生活していけているのか、何がたくさん犠牲になってきたのか、目を閉じればわかるんじゃないでしょうか。